皆さんこんにちは、森有です。はい、眠い、めっちゃ眠いです。今日の動画は質問コーナーになります。で、私テロップがご存知の通り入れられないので、ちょっと口頭でやっていきたいと思います。有ちゃんいつも着ているこの服は何なのっていう、あの寝巻きでございます。はい、もうね、半袖だからちょっともう結構限界が来てるんですけれども、寝巻きです。はい、でまあ、ダイエットどうなってるんですか。あのね、言っていいかな、4キロほど増えております。はい、ということで、あのマジで怖いので、ちょっと桁変わんないようにしないとなっていうところなんで、ちょっと10月後半、まあ、ハロウィン終わってからですね、ちょっと時間を空けてエステ行ったりジム行ったりいろいろしたいなと思っております。結構泣いてますね。本当にせっかく痩せたのにっていうところがあってですね、本気で泣いております。で、これどこで買ったのっていう、はい、話なんですけれども、これは原宿の WC で購入しました。で、WC は結構いろんなところにあるので、私の地元の埼玉だったりとかにも置いてありました。で、これが一番安い時350円とかかな、確かここにアリス森崎って書いてあるんですけど、見えないかな。はい、もうちょっと超凝ってるんですよ、ここら辺とかのやつ もすごい。これが5用なんですけれども、結構もうガチャガチャ言うし、こうやって、なのですごいかっこいいです。最近ダイエットはしてますかっていうことで、あのね、本当にね、まあ、この言った後に言うのはあれなんですけれども、最近ダイエットは正直ストレスでできていません。むしろストレスで過食に走ってしまっているぐらいできていないです。なんですけれども、もう11月に入ったら、とりあえずね、家具を全部総取っ替えをしようと思ってます。で、もうやっぱり寒い時期に入ってくるので、まあ実家にある寒い、なんだ、あったかい洋服をこっちに持ってきて、寒い洋服をあっちに戻すっていう形にしたいなと思うんですけども、そろそろね、なんかでっかいハウスボックスみたいなの借りようかなと思ったりもしてるんですけれども、そうですね、まだそんな感じになっております。で、あとなんだっけ、質問なんかいろいろ来てたんですけど、なんでいきなり音フェチにハマったんですかって、あのね、動画の中でもちゃんと喋ってます。っていうのは、声のここの喉の奥にポリープみたいなのができてしまって、話すのが正直辛いんですね。で、一回喋ったことを何回も繰り返して言うのがすごく苦になっている自分がいて、なので音フェチだと、かすかな声しか皆さんこんにちはとか出さないので、結構楽というのが一番のポイントだったりとかもします。で、加えて言うならば、音フェチの時にブリッコになっていますねとかって来るんですけど、いや、人間ってかすかな声をね、皆さんこんにちはとかって言うとブリッコに見えるだけなんですよ。私がブリッコなわけないじゃないですかっていうところなんですね。まあ、なので、ちょっとまあ、見たくない方は全然見なくて大丈夫なので、ありがとうございます。はい、あとは特にないかな。はい、思い出す限り今喋ってみたんですけれどもですね、質問等あればぜひ送っていただければなと思います。ファンレターの宛先なんですけれども、半年前に廃止をしてしまいまして、また再開しようかどうかっていうところをちょっと今話し合っているところなんですけれども、もしファンレターの宛先だったりが欲しいっていう方が、プレゼントファンレターとかだったりとか送りたいっていう方がいらっしゃれば、そうですね、ぜひやらせていただきたいなとは、はい、思っている所存でございます。今回もご視聴ありがとうございました。ということで、次の動画もお楽しみにしていてください。森有でした。3回目ぐらいの森有でした。バイバイ、おやすみなさい。ツイッター、インスタグラム、バイオの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで、次の動画もお楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。